ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。第7戦終わりました。まあ、今日で決着しますね。はい。はい、どちらが勝ったのか、言うて。言うて。はい。はい。もうね、結果皆さんご存知だと思いますが。はい。ね。ということで。はい。ということで、こうなります。ね。祝日本一。はい。阪神タイガースおめでとう。おめでとうございます。はい、日本一。ねえ、本当にやりました。はい、はいはい、やりましたけどね、二度目ということですかね。はいはい、38年ぶり。そう、38年ぶり二度目ね。すごい戦いを制しての、はい、日本一です。はい、まあこの試合がね、うん、第7戦3勝3敗からまあややオリックスが有利かなという、始まる前ですかね、うん、まあ、前回のね、宮城の投球とか、うん、まあ、青柳が初登板ということを考えるとやや優勢なのはオリックスかなっていうふうに思ってましたけども、はい、ね、まあ、その試合をですね、ちょっと、まあ、メンバー表からね、はい、ちょっと見ていきたいと思いますが、はい、まあ、今日も看板やちいちゃん、うん、よろしくお願いします。今日頑張ったな、本当ね。はい、はい、ということでオリックスのオーダー、はい、やっぱこう青柳ということで、うん、下位に野口福田というのをね、入れてきて、うん、上位はあんまり変えなかったんだよね。そうですね、まあ、セリーグがやる左をずらっと並べるというようなオーダーじゃなくて、やっぱ王者らしく堂々と戦おうというね、うん、もうジタバタしてもしょうがないっていうところが見える。まあ、変わったことといえば杉本選手がね、今日は DH ということでね、まあ、DH に入ってね、うんうん、ただその左を2枚、まあ、福田も昨日ヒット打ってるし、はい、まあ、野口左のね、うん、パワーヒッターを入れてきたというね。はい、で阪神の方は、まあ、宮城ということで、うん、原口、ね、DH でね、 DH で使ってきて、はい、まあ、あとは変わらないか。佐藤選手が6番だったのが7番になり、7番に下がったね、っていうことですかね。はいはいはい、はい、でピッチャーは青柳ということ、うん、ね、ちょっとね、今日大事な一戦で久しぶりの登板で、はい、ちょっといろんな思いはあったでしょうけど、うん、青柳投手ね、まあ、どうなるかというね、はい、はい、ということ で、ゲーム見ていきましょう。はい、はい、こうなりました。はい、ね、スコアはね、なんか思った以上の大差になってしまい、まあ、大差になったけどもね、7対1で阪神の勝ちということでしたが、まあ、そうだね、はい、まあ、初回から振り返っていくと、うん、宮城の立ち上がり、はい、まあ、この前近本をピッチリ抑えたんだけど、うん、今日はセンター前から始まって、ね、で中野が送り、うん、森下三振、うん、大山がね、これがサードの強烈な当たりを、うん、胸がファインプレーという ね、まあ、そういうことから始まったんだよね。はい、でその裏青柳の立ち上がり、うん、まあ、昨日の動画でも言ったんだけど、この前の動画か昨日の動画か、うん、言ったんだけども、やっぱ青柳が先発ということで、うん、やっぱ立ち上がり心配だよっていう話をしたんだけど、うん、まあ、あの中川をね、ショートゴロ、はい、で胸にライト前ヒット、うん、ああこれどうかなと思ってたら、紅林を見逃しの三振を取った、ね、これをこのインサイドのスライダーをここに使ったんだよね、はいはい、でそれがピシッと決まったの、うん、あ、これを見た時に、あ、青柳落ち着いてるし、あ、今日の立ち上がりはね、今年の中で一番じゃないかなっていう、うん、いうようなそんな思いがした、ね、で森をファーストゴロ、はい、で無難に立ち上がっていったというね、ね、はい、なんとなくこう両投手ともに、うん、同じようなというか似た感じの立ち上がりという感じですか。まあ、まあ、そうだね、はい、うん、でまあ落ち着いていって、で3回、はい、裏坂浦オリックスの攻撃、ね、オリックスの攻撃、はい、福田がね、やっぱさすがに昨日ヒット打って、うん、まあ、状態いいなと思って見てたんだけど、ライト前ヒット、うんうん、でワンアウト一塁、そう、うん、で中川がレフトフライ、はい、やっぱ胸にはやっぱこう気持ち悪かったんだろうね、うん、その投げにくさがあってフォアボール、うん、ツーアウト一二塁、はい、で当たってる紅林、はい、まあ、1打席目こうインサイドのね、スライダーを見逃しの三振取ってる、さあどうする、やっぱり、うん、今度はシンカーを使ったんだよね、シュートツーシームをインサイドに、うん、で詰まってのファーストゴロ、ね、でまあ無難に立ち上がった、まあ、3回までに青柳が無難に行けば、うん、ここら辺はもう大丈夫だと思ったんだよね、はい、はい、で、うん、問題のシーンですよ、はい、4回表、はい、4回表、ね、中野からのね攻撃、うん、はい、センターフライで森下、うん、ね、レフト前ヒット、はい、まあ、フルカウントから粘ってインサイドのね、うん、まっすぐをレフト前に打ち返した、はい、で大山、うん、
やっぱね、宮城がね悔いを残してるとしたら、この追い込んでからの大山へのデッドボールだよね、ツーナッシングから、ツーストライクからデッドボールという、だからこれはね、1打席目にいい当たりを打たれてるだけに、やっぱ厳しいところに行っとかなきゃっていう、やっぱ気持ちがあったんだろうね、まあ、それで厳しくいったのが当たってしまったという、で、ワンアウト1、2塁、うん、で、ノイジー選手、はい、でね、うん、ノイジーが1球目、2球目、まっすぐだったんだけど、うん、全く反応してないんだよね、はい、で、外のフォークを見せたんだけど、これは大きく外れたから、うん、これも反応しない、ちょっと不気味だったんだけど、ま、うん、っすぐ反応しないから変化球待ってんのかなと思って、うん、そしたらオリックスバッテリー、チェンジアップを選択して勝負に出るんだけど、うん、これがね、普通宮城のチェンジアップって外に流れていくんだけど、うん、宮城はやっぱちょっと力んだんだろうね、うん、これがインサイドに落ちてきたんだよ、うん、これを見事にね、ノイジーが打ったわ、ね、これはね、一生のうちにそんなに打てないホームランだわ、このボールをこのボールをあそこのホームランに運ぶっていうのは、でノイジー自身、ノイジー選手自身もちょっとびっくりしただろうし、ただ外に流れたチェンジアップだったら多分ホームランになってないんだけども、はい、インサイドに来た分だけ強く振れるんだよね、だからその分やっぱホームランになっちゃったという、なるほど、でもノイジーも本当にうまく打ったけど、ね、これは大山ノイジーって、まあ、確かに点を取られてるから悔いは残るんだろうけど、うん、宮城も、うん、でもね、大山のデッドボールっていうのはやっぱ宮城っていうのは悔いを残してると思うよ、一番あちゃーと思ってね、一球見せといて落としてゲッツーとかいろんなこと考えてたと思うんだけど、うん、ここでやっぱり一気に苦しくなってノイジーにホームランというね、うん、でも思いもよらぬホームランで3点リードしたという、もう一度に3点ね、うん、入ったんで、いやこれで阪神は、うん、いやこれいけるって、1点だったらまだまだ緊張感持続するんだけど、3点だったら少し緊張感が緩むよね、緩むって変にこうだれるんじゃなくて、よし行けるっていう、乗るというか勢いが出るというか、逆にオリックスっていうのはこの3点、思いがけの3点が与えちゃったわけだから、えっていう一瞬の間があったと思うんだよ、だからこの3点というのはノイジーのホームランっていうのはでかかった、はい、でこれで青柳投手も一気に気持ち楽になりますよね、まあ、楽にはなったよね、で5回の表の表また阪神の攻撃ね、はい、これもワンアウトから、はい、坂本が、うん、センターの右へヒット、うん、で近本、うん、やっぱりヒット、うん、でワンアウト 1、2塁、ね、中野がショートゴロ、うん、6、4、3、うん、これが一瞬アウトになったんだよね、はい、ゲッツー成立ということで、うん、そしたら岡田監督リクエスト、うん、このリクエストがやっぱ勝敗を大きく分けていく、ね、一回アウトの判定がセーフになった、覆りましたね、うん、これが本当はチェンジだったんだけど、うん、チェンジじゃなくなったわけ、ツーアウト1、3塁という形になって森下選手に回ってくるんですよね、はい、でここでチェンジだったらピッチャー変えてないんだけど、もちろんね、はい、うん、ここでやっぱり宮城を下ろしたわけ、ね、森下ということで、はい、で比嘉を持ってきたんだよね、うん、はい、これが森下がやっぱね純粋に振るね、あの子は、一生懸命純粋に振る、本当に一生懸命さが伝わるというか、うんうん、これがヒットを生むんだよ、レフト前、うん、レフト前というかレフトのライン線に、うん、まあ、これがツーベースになって追加点、うん、そしたら次から流れるように大山がショートゴロの間に、追加点、うん、でノイジーもセンター前追加点となって、この回も3点を取るという ね、気がつけば 6-0、うん、ということになりましたよね、そう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 、だからなんていうの4回5回も、まあ、森下のヒットから始まり、うん、5回は森下のタイムリーから始まり、うん、まあ、3連打という ねだから見事なこの点の取り方だったけど、はい、もうこの3点を取って、まあ、あ、もうダメかなっていうね、ある程度勝敗決着したかなって思うんだけども、はい、5回裏、うん、まあ、杉本から始まってセカンドフライ、うん、まあ、野口がファースト内野安打、
まあ、福田がねやっぱ当たってるね、センター前ヒット、うん、ワンアウト1・2塁、はい、うん、で中川、はい、ね、7球ね投じてレフトエラーに打つんだけど、うん、全部ツーシーム、うん、インサイドに集めて打ち取ったというね、うん、でここで、うん、胸を迎えた時に、うん、ピッチャー島本へ交代ね、うん、まあここら辺はねやっぱ石橋を叩いて渡るというかさ、うん、勝ち投手とかもちろん日本一を取るために、うん、青柳の勝ち投手なんかあの頭にないよね、もちろん投げてる青柳もそんな頭はない、ね、なんかもう充実した晴れ晴れしい感じでね、そうそうそう、交番っていうか ね、おりましたよね、そうだね、うん、でその島本が宗をレフトフライに打ち取って、うん、まあ難を逃れたという、ね、うん、そしたらもうここでゼロに抑えたということはもうすんなりいくかなっていうふうに見てた、はい、ただ心配なのは、うん、やっぱもう勝ったという気持ちがさ隙を作らないかなっていう、で先を急いだりだとか、うん、慌てたりだとか、うん、それがちょっと心配だったんだけど、まだね、オリックス4回攻撃あるし、そうそう、うん、で6回、はい、ね、6回表阪神ね、はい、サトテル小木田に変わってんだよねピッチャーね、はい、比嘉からね小木田投手ね、小木田投手ね、はい、で佐藤が三振、はい、で木浪がファーストのエラーで出塁をする、うん、はい、で坂本に、うん、ワンアウトから遅らすんだよね、うんうんうん、あこれを見た時に、うん、あこれは大丈夫と思った、おこれはなぜかというと、うん、自由に打たすんじゃなくて、うん、やっぱ送りバントをしてまだ追加点がいるんだよっていう意思表示を監督が示した、ね、これによって隙はできないだろうなっていうのを感じた、うん、やっぱねここら辺はね岡田監督がさすがだわ、6点あっても緩めるなっていうね、うん、そういう作戦を取ってきたんで、うん、あこれは隙はできないし、うん、絶対勝負を下駄を履くまでね、うん、気は緩まないだろうなと思って、で近本が繋いだんだけど、まあ外野手が前進してて、まあ、1・3塁ツーアウト1・3塁、うん、まあ、中野が倒れたんだけどもね、はい、このバントがあったということが俺はやっぱ岡田監督の勝負師としての、ね、厳しさだなっていうふうには思ったね、なるほど、まあ、普通6点取ってりゃさ、うん、なんとなく流れちゃうんだけど、しっかりバントやらせたっていうところが、まあ、その辺がね今までの戦い方を変えないというところですか、そう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 、うん、で7回、はい、7回の裏オリックスの攻撃、ね、で、うん、もうあと3回しかない、はい、攻撃の中で、うん、伊藤将司が6回から登板をしてて、そうなんですね、その一つ前6回裏から、はい、ね、6回裏を三者凡退、うん、で7回、はい、ね、ゴンザレス、うん、三振、ね、杉本、うん、キャッチャーファールフライ、はい、野口サードゴロ、うん、これを見たときに、あ、もう気持ちがなくなったと思った。気持ちが切れちゃったって感じ。もうね、つなぎ止めてるだけのモチベーションがなくなったというふうに感じた。うん、うん、で、9回。9回の表。はい。はい、ピッチャーは東。はい。ね、今年負けなしのね。その前に山崎総一郎投手に変わっていて。まあ、宇田川は、あ、そうですね。山崎総一郎っていうに7、8って繋いできたんだよね。はい。で、最後9回は東投手がね、はいはい、出てきました。はい。はい、近本、ファーストへの内野安打。はい。うん。で、中野、うん、セカンドゴロの間に、うん、まあ、近本がセカンドに進む。ワンアウト二塁の形ね。はい、ワンアウト二塁。はい。で、また森下選手に回ってきます。はい。はい、森下がセンター前ヒット。ね。これね、近本がよく帰ってくれたと思うよ。際どい、なんか、打球処理だったんだけども、これ近本の好走塁で帰ってくれたおかげで、うん、ルーキー。記録。日本シリーズの最多打点の記録を作った。更新したんですよね。7という。今まで6っていうので1位タイだったのが。そうそう。1位だあのになりましたね、7になったんだよね、すごい、いやすごい、このやっぱ歴史のあるプロ野球の中で、ルーキーが、うん、まあ、日本シリーズにね全て使われるっていうのもそれは大したもんだし、でも結果として7打点、最多打点を叩き出したっていうのも森下すごいわ、日本シリーズに出てるチームで最多打点を叩き出す、うん、そうだね、すごいですね、はいはい、ということで1点を取った、うん、でその裏さあどうやって締めるか、ね、はい、9回桐敷、そう、え、
岩崎じゃないの、うん、と思ったんだけど、あ、岩崎投手は、うん、あ、最後の一人かなって思ったのね。おう、この桐敷投手が出た瞬間に思いました。あ、思った、うん、で、まあ桐敷が、まあ、紅林にライト前打たれるんだけど、はい、森を、463のダブルプレーに取った、うん、その後、頓宮のところで、うん、岩崎が出てきて、ね、初球ホームラン、うん、いきなりね、いきなりホームラン。これその前にランナーがいなくなっていたので1点だったんですけど、まあね、すごいホームランでしたね。まあそうだね、うん、まあでもね、こういう演出ってあんまりうまくはいかないと思うんだけど演出ができるだけの点数があったからね、それがね、うん、まあそれとやっぱこう気持ち的にはね、岩崎も楽だったと思うし、うん、まあ、ゴンザレスヒット、うん、まあ、杉本をレフトフライに打ち取って38年ぶり2度目の日本一が決まったという、うん、ね、本当に見事なね、うん、本当に優勝だったんだけども、はい、豊かの今日のヒーロー悩みましたね。悩んだ。ノイジー、いろんな名前出ました。ノイジー、森下選手、まあ、森下は言えばトータル的な MVP だよね、うん、日本シリーズのね、日本シリーズのトータル的な MVP、うん、今日の試合、まあ、ノイジーか青柳か悩んだけど、うん、ノイジー、青柳はもう本当にプレッシャーかかったと思うよ、うんうんうん、クライマックスシリーズも出てない、うん、ね、日本シリーズも初登板、うん、その中でやっぱプライドを見た、うん、ね、エースだっていうね、で立ち上がりもピシッと いけたし、うん、だから見事な投球でゲームを作ったから、ね、まあ、ノイジーのホームランも生きたし、森下の最多打点も生きたと思うんだよね、はい、だから非常に青柳は頑張ったと思うね、え、うん、もう我のことのようにドキドキしましたし、うん、いや、ドキドキしたしね、うん、だけど本当によく頑張ったと思うし、うん、まあ誰がヒーローでもいいんだけども、うん、まあ、ノイジーもヒーロー、森下もヒーローね。だけど1年間トータル的に戦ってきて、うん、ね、チームを一つにまとめたのは、うん、俺はちょっとちっちゃく書いてるけど、うん、横田、うん、ね、ね、横田のその思いが、うん、やっぱナインの気持ちをつなぎ、最後なんか最後までこう日本一掴むまでへこたるまい、そういうものが俺は気持ちをつないでく、横田がつないでくれたのかなっていうね、うん、横田の話をよくあれからも聞いたけど、うん、やっぱどんなに辛くたってへこたれたっていうことを言わなかった、ね、うん、だからそういう同期たちも、ね、うん、グラウンドでいっぱいいて最後岩崎が締めるんだけどさ、うん、うん、だけどそういう思いっていうのはやっぱ阪神の選手の心の中に生き続けたかなという1年だったかなっていうふうに思います、うん、ね、うん、まあ本当にね、横田選手のことはね、うん、皆さん心に残っていると思いますけれども、うん、そうだね、ね、うん、もうこの日本一にもまあ本当に陰ながらというか ね、貢献してるという不可欠な存在でしたよね、まあ本当にね、うん、でももう本当にね、阪神のナインの方、うん、本当にお疲れ様でした、うん、おめでとうございました、うん、なんか感動するような試合、うん、ね、いろんなことがあったけども、うん、本当に日本一おめでとう、心からお祝い申し上げます、はい、それと、うん、敗れたオリックスの皆さん、うんうん、ね、さすがに強いです、やっぱ強い、うん、ただ計算外だったのはシリーズ前に怪我人を出してしまったということ、うん、まあ、杉本にしたってそうだし、やっぱ状態的には山岡とかワゲスパックとか、うん、そういう投げてほしい人が投げれなくなった、そのために中継ぎに宇田川とか山崎総一郎に負担がかかってしまったということ、うん、うん、またなんか見たい両チームの戦いだと思います、ね、中島監督の度胸が座った采配というのもね、うん、すごく勉強になったし、まあ、岡田監督もね、うん、同じことが言えるし、うん、なんか石橋を叩いて渡るような慎重さがあるような采配というのはすごく勉強になったし、まあ本当にね、
もう今日はどんちゃん騒ぎをしてください。ね、ね、羽伸ばしてください。岡田監督就任1年目で日本一って、ねね、本当に良かったと思います。またなぜ日本一になれたかっていう動画はなんか別動画でまた上げたいと思います、うん、この阪神日本一の秘密というか、はい、秘密というかね、原動力というかね、そこを紐解いていって、はいはいはい、まあ、とりあえずはね、あの阪神ファンもお疲れ様でした、はい、本当にあのファンの方もあれだけ背中を押さないと、うん、本当にグラウンドに立ってられないぐらい疲れてるかもわからなかった、うん、まあでもファンの背中を押したね、ああいう声援が力になったと思います、うん、もうファンの方も含めてお疲れ様でした。おめでとうございました、はい、おめでとうございました。